こんにちは、カモです。MBTL1 周年おめでとうございます。結構前なのですが、メルブラが初格ゲーから S プラスまで登れた報告をさせていただいたものです。今回も私事のご報告なのですが、先日 EX4 に到達できました。すごい。一番上のランクではないですが、強者たちと戦ってランクが上がるというのは凄まじい達成感を感じますね。前回ご報告させていただいた時に、話が飛躍しすぎやとのご指摘をいただいたので、今回は前回の分と合わせて少し細かく書かせていただこうと思います。 S プラスに到達したのは前バージョンですが、ランクは約2560戦、プレマは約4000戦ほどだったと思います。 EXO はランクは約3000戦、プレマは約6000戦ほどでした。 MBTL リリース日、格ゲー初経験者の方と一緒に始めたのですが、格ゲー初日からプレマでその人に6時間ボコボコにされて、コンボより先にガードを体に叩き込まれたのはいい思い出です。初格ゲーで MBTL を1年間プレイして約9000戦、まだまだできていないことも多いし、最上位プレイヤーの方々には全く叶いませんが、めちゃくちゃ楽しんでます。これからも最大限楽しませていただきます。長文失礼しました。 MTL 神絵ってこと？はい、お便りいただきありがとうございます。これはですね、一回以前送っていただいたメルブラから格ゲー始めたんですが、S プラスになりましたっていうお便りをいただいて、話が飛躍しすぎやろみたいな、この行とこの行つながってねえんだけどっていうツッコミをした方ですねが、どういう風な過程でね S プラスになった、しかも今 EX4 まで上がれたという話なんですけど、実際ね、やっぱ初格ゲーでこの試合数で S プラスになれてるんだったらすごいですね。なんだろう、ゲームが上手いしモチベもあるしで、かなりいい状態だから、メルブラから格ゲーを始めて、なんなら他の格ゲーやっても結構強くなっていける素質がある、と思います。これはさすがに。あと多分環境も良かったんじゃないかな。友達と一緒に、経験者の人と一緒に、なんかプレマでいっぱい対戦するみたいな関係があって、この、なんつうの？プレマが6000で、ランクマが3000っていうこのバランス感覚、だいたいそのプレマの方が倍ぐらいやってますって、この感覚はね、多分成長に対してはすごいいいと俺は思いますね。やっぱり固定のメンバーとか、同じ組み合わせとかで多めにやった方が絶対成長はしやすいんでね、非常にいいと思います。いやー、だいぶ試合やってもらいましたね。これは嬉しいですね。しっかりやり込んでいると思います。多分もうこのクラスになってくると俺も勝てないんだろうな。普通に食い物にされそうなと思います。はい、そんな感じで、すごい勢いでみんな追い抜いていきましたが、こういった達人もいるということで一つ、練習方法だけじゃなくて多分いろいろちょうど噛み合うものがあったのかもしれないですね。まずはおめでとうございます。 EX1 はねちょっと遠すぎるんで、EX4 に上がれただけでも相当すごいと思いますね。お便りいただきありがとうございます。